こんにちは。今日はブリッツリポートを作って在庫品名を作成または更新する方法をお見せします。在庫品名のアップロードは、えー、私たちのウェブページのアップロードセクションで説明されていますので、在庫品脈のアップロードに行くとそこで何ができるかの簡単な説明があります。例えば、品目テンプレートから在庫品脈を作成したり、同じ組織内の既存品目から品目を作成することができます。 また、マスターから複数の組織に品目を割り当てたり、カテゴリーに品目を割り当てるためにアイテムアップロードを使用することもできます。それではその方法をお見せします。OpenAbility Platform に、えー、そしてそこでアイテムアップロードを選択します。えー、ここにデフォルトのテンプレートがあります。 在庫品名には多くの書生があるため、おとなる機能領域用にいくつかのテンプレートを準備しました。これらのテンプレートの一つを開くと、えー、3行産業の位となる列があり、ユーザーのために位となるテンプレートを準備しています。例えば、購買や狩猟のためのテンプレートなどです。プリッツリポート同様に自分のテンプレートを作成し、 えー、表示する列や順序を定義することもできますので、すべてのユーザーがそれを行うことができます。では、まだ差しアイテムを作成しましょう。えこですアップロードには通常、アップロードモードがあります。にをしたいかを決めることができます。アイテムを作成する場合、作成を選択すると、デターを入力開始できるクールのエクセルシートが開きます。そして、作成または更新を選ぶこともできます。 スモデータを紹介したり、新しいレコードを作成することも同時にできます。この在庫品目のアップロードでは、ユーザーが持って新しい品目を作成しないようにする更新のみのもどうもあります。では、作成を選びましょう。マースターソース o V1 です。<noise> さあ、まず <noise> リセレシとを把握します。エンスルントースはしているのがわかります。Excel ファイルが把握します。 黒系やオフィオコーニュースセルス、エネコロッセイロのレが必須フィールド、グレーの列がオプションです。次は新しいアイテムを作成しましょう。例えば、テストアイテム9を作成し、最初にマスターに作成します。説明が必要です。テストアイテム9。えー、説明はこんな感じです。 そしてこのアイテムを M1 組織にも作成したいですこれはマスター組織から割り当てられるべきですこんな感じですさてすべての必須フィールドが揃っているか確認してください保存してアップロードできますではセファイルをアップロードします アップロードが完了すると処理が始まります。ここで2つ目のボタンで処理状況を確認できます。ステータスが試行中と表示されます。アップロードされたファイルはオープンインターフェースでブルに処理され、その後オープンインターフェースプロセスが実行されます。完了すると開始され、開かれます。アダビエクセルファイルが開き、結果が表示されます。Sozi and k i c k o Days ノーリン作成されました。組織ブ l ー e 1と m ワ1にアイテムが見つかるはずです。見てみましょう。フォームを閉じとしてマスターアイテムを引きます。そのアイテムを検索します。こちらがそのアイテムで M1 組織にも割り当てられています。 これが新しいアイテムの作成プロセスですが、ブリッツリポートの利点の一つは、既存のアイテムを簡単に更新できることです。例えば、作成ではなくて、更新したい場合は、アイテムを更新するか、作成または更新もどのままにすることもできます。両方できます。そして、多くのアイテムを更新したい場合は、パラレールはカーの数を増やすべきです。更新を並行して実行できるからです。 例えば、マスター組織であるワ1のデフォルトのバイヤーをすべて更新したいと仮定します。上てバイヤーがリチャード・プロフォックスさんのアイテムを別の人に更新したいと考えます。まずすべてのアイテムをクエリすることができます。<music> えー、スモリー・スオブ・エド・ギョクス2000件のレコードがあります。えー、バイヤーの列はどこですか <music> ここにデフォルトのバイヤーがあります。 これを別の人、カルイーブロンバーグさんに更新したいと仮定します。それでは、アイテムを更新し、ファイルを保存して、ファイル全体をアップロードします。セーブに、現地用にして、そして、えー、少し大きくなり、 え最初にデータを Excel ファイルから取り出し、それを10の秒列バッチに分割します。えー、ここで定義したものです。そしてそれを Oracle の Open Interface プ,プロセスを並行して10回実行します。そして最後の並行バッチ実行が完了すると、処理ファイルを表示します。<laughs> それでは見てみましょう。今、処理ファイル、または結果ファイルを開いています。成功と表示されます。これでどのアイテムを見ても、バイヤーがカール・オーブ・ロンバーグに更新されているはずです。アイテムを見てみましょう。そのうちの一つをクエリしてみます。これがそうです。そして次に私たちの更新されたデフォルトの購入者です。 これがブリッツリポートでの在庫アイテムアップロードです。ご覧いただきありがとうございました。